カシオペア座 V509 世または HR8752 はカシオペア座に2つ存在が知られているキロ、極超巨星の1つである。本校では以下 HR8752 と表記する。HR8752 は年収しさをもとに推定すると地球からおよそ1万6000光年離れたところにあると考えられる。細分類が SRD となる半規則型の脈動変更性に分類され、死等級は過去に6等から4.6等まで変化しており、最近は5.3等前後で安定している。大規模な質量放出を起こしつつ急激に状態が変化しており、1960年代と1990年代の星の質量を推定すると、その間に太陽質量の8割に相当する物質を 失ったと見られる。HR8752 は、連星系を形成しており、晩星は高温の B 型主系列性である。HR8752 は、肉眼でも見ることができる明るさだが、バイエル名やフラムスティード名はなく、19世紀より、前の主要なカタログにも記載がない。確実な記録で最も早いのは、ラドクリフテン問題の構成カタログや、 盆倉転生表で1840年代の観測によって6等級と記されており、それ以前は6等級より暗かったのではないかと予想される。HR8752 はおよそ1年の時間尺度で0.2等級程度とわずかに変更している一方、より長い時間尺度で見ると平均的な明るさが徐々に上昇し、1950年代には5.0。 等級に達した。1973年までの観測の中で4.75等級まで明るくなったことが記録されているが、1964年より後の記録は観測日が明らかでないので、正確にいつこの明るさになったかは明らかでない。以降は、より密に観測が行われており、1976年に極大等級の4.6を記録すると、 一年も経たずに4.9等へ、現行、以後10年間は4.7から4.9等の間で推移していた。1980年代後半以降、また徐々に暗くなってゆくとともに、0.1等級以下の不規則な変更が上乗せされ、2001年以降は5.3等級程度で安定している。1972年には、 変更性として変更星総合カタログに登録され、変更性の命名規則に従って、カシオペアザ、V509 星という名称が付けられた。歴史上の記録では、945年、1264年に、カシオペアザで見られた、新しい星が、以前に HR8752 が増光した、際の記録に相当する、可能性があるが、これは推測の意を出ない。 HR8752 の分光観測は一世紀にわたって定常的に行われている。初期の観測ではスペクトルは時間とともに変化していないと見られており、UVB システムの開発当初はスペクトル型が g レ e ヤの標準性として扱われていた。HR8752 の色は色指数 BV によって分析されている。静観化を考慮した BV の数値は 初期には0.6以下だったが、徐々に上昇、つまり赤くなって行き、1970年代には1、程度まで石化、その後 BV は低下、つまり青くなって行き、1990年代後半には0.02、まで下がって、以降はその状態を維持している。また、1980年代以降の密な観測から、全体としての青海外に、数百カタン入 BV が0.2程度変動していることが示されている。スペクトル型も明るさや色指数と同じような傾向で変化し、20世紀前半に G 型超巨星だったものが、1973年には K 型として観測され、翌年には G 型に戻り、1990年代には F 型、2000年代には A 型になったとみられる。 このような色やスペクトル型の変化は、構成表面や構成風の温度が変化したことを示している。HR8752 のスペクトルには、いくつか特徴的な成分がある。代表的なものが、電離した窒素や、白鳥ザピー型輪郭が見られる、水素原子の Hα 線、ヘリウム原子などである。電離窒素の金星線は、百六十一年に発見されたが、 当初はなぜ窒素が電離するのか謎だった。後に、万性が発見されたことで、その理由が明らかになった。Hα R 線の輪郭は、白鳥ザピー型や二重、三液線など、複数の形態を繰り返し示すことがわかっている。その複雑な変化の原因は明らかになっていないが、吸収線成分の視線速度の変化から、構成から爆発的に放出された物質、 あるいは恒星風が加速度的に膨張していることが示唆される。HR8752 は脈動変更性の一種に分類されているが、周期の規則性は弱く、変更幅も小さく、脈動によって星の大きさや温度が大きく変動するというよりも不安定性の高い星のような振る舞いをしており、星の進化に関係したより大規模な変化がまさに進行している状態とみられる。 温度は星の色やスペクトルの観測からある程度正確に推定されている。計算された有効温度は1900年頃が5000から 5500K、その後もしばらくは 5000K 程度で推移し、1960年代に高度は太陽のおよそ24万3000倍、半径は太陽のおよそ680倍と推定された。その後、 1973年に HR8752 は、急激に温度が変化し、一時は4000系程度まで低下したが、短期間で元に戻った。その後、1976年に極大高度を迎えた頃には、高度が太陽のおよそ40万倍、半径が太陽のおよそ910倍であったと推定される。また、温度が低下した時の表面重力は、ロング、 G イコールマイナス2グラム、平方センチメートルにもなった可能性があるとされ、これは地球表面での重力の10万分の1程度に過ぎず、星の表層の物質は放射圧にこしきれずどんどん吹き飛ばされていたことが推測された。極大から高度が低下した後は、高度が太陽のおよそ32万倍、半径は太陽のおよそ780倍となっている。 1985年頃、それまで比較的安定していた HR8752 の温度は上昇傾向を示し始め、後を追うように高度が低下していった。2001年には温度が8000 k 程度まで上昇し、明るさは下げ止まった。また、1996年頃の推定で、高度は太陽のおよそ21万3000倍、半径は 太陽のおよそ400倍になっている。それ以降の星の物理的性質は安定している。表面重力も温度や等級の変動が収まったのと同時期にログ G イコール1グラム、平方センチメートルと明るい超巨星としては普通の値に戻っている。この数十年に HR8752 が見せた劇的な変化は 黄色極超巨星が進化の上で通過する非常に不安定な状態を経験したことを意味している。スペクトルから推定した HR8752 の金属量はほぼ太陽の金属量と同じとなっている。HR 図上での HR8752 の位置を他の黄色極超巨星や高高度青色変更性と合わせて表示。1973年よりも前。 HR8752 は G 型の金色極超巨星とされていた。1973年からの急激な変動を経て、現在は A 型星で落ち着いている。HR 図上で HR8752 が位置するあたりは、イエローボイドと呼ばれる星がほとんど存在しない、領域の低温側の円となっている。例最終系列質量が、 太陽の25から40倍という構成の進化理論によると主系列から先に進化する構成はイエローボイドを最初に高温側から低温側へ横切りその後再度高温になるとされるイエローボイドに星がほとんど見られないのはイエローボイドを横切る構成の進化が非常に早く天文学的には一瞬で通り過ぎてしまうためではないかと見られるイエローボイドを低温側から 高温側に向かって横断するとき、星は大きな不安定性を帯びて、大規模な質量放出現象が起こると考えられる。HR8752 はイエローボイドの低温側に位置しているが、この数十年の大きな変化を調べた結果、二つある不安定体のうちの一つを通過していたものとみられる。そして、この変化を 構成の進化理論と合わせて分析した結果、HR8752 の質量は、0歳種系列で太陽の25倍程度で、進化とともに、どんどん質量を放出し、現在では、太陽の11倍程度の質量になっていると、推定される。大質量性は、最終的に核が崩壊し、超新星爆発を起こして、一生を終える。大質量性の中でも、 初期質量が小さいものは赤色超巨星を経て通型超新星になると予想される。一方、特に質量の大きい構成はウォルフライ衛星を経て IBE、IC 型超新星になると予想される。その中間的な質量の構成は黄色極超巨星や高高度青色変更星を経て IIB 型や E 型の超新星になると考えられる。 HR8752 の質量は、この中間の構成に該当すると見られ、LBEV へ進化した後、超新星爆発を起こすのではないかと予想される。HR8750 人には、万星が存在している。万星は、1978年に、国際紫外線天文衛星による紫外線スペクトルの観測から、G 型星では、説明がつかない。 紫外超過が見られたことで発見された。紫外線スペクトルは有効温度 25000K とすると最も観測によく合うので万星はスペクトル型が b 1トの構成で絶対等級はおよそマイナス4.5、死等級はおよそ10と推定される。主星からの距離はだたい 200AU で光転周期は500年程度と予想される。 主性から放出された物質が形成する、星周角は半径 1400au に達するという見積もりもあり、だとすると万星は、星周角の中に埋もれているということになる。HR8752 のスペクトルの特徴である、窒素イオンの金星線の輪郭は、時間とともに大きく変化しており、この気線が、星周角と高温の万星との相互作用によって、 生じていると考えられることから、帰線の時間変化は、晩星の好転に伴う位置関係の変化を反映していると考えられる。ありがとうございます。